函館競馬場で26日の調教中に落馬し、今週末の起乗を見合わせた今村瀬名機種、20、イコール栗、寺島イコールは負傷した右肩を手術することになった。本人が28日、X、Q ツイッター、で明かした。右肩を脱臼しました。右肩以外はすこぶる元気です。来週手術受けることになりました。と綴り、 特に目ども立っていません。手術経過を見ながら、復帰に向けて頑張りたいと思います。すべて原文ママ、とした。